あのなんか元気、まあこういう感じなん、もしかしたら。タミタマゴです。本日は、ゲイラにあるスッポン屋さんに来ました。おそらく70年近く前からやっている年季の入ったお店です。スッポンって食べたことないな。そっちではポピュラーな。本人が見ててくれる。あ、そう、そっちでもなんかスッポン鍋とかあると思うんだけど、こっちはどうだろうね。俺はここのお店しか見たことないけど、ここはいつも人がたくさんいる。で、あの今飲んでるのがなんかオリジナルなんかドリンクなんだけど、なんか朝鮮人参ドリンクみたいで全然美味しくないんだけど、あの体には良さそう。現地の人が来るような店なの？ローカルばっかりだね。美味しい。これがね、きゅうりとあと先に炊き込みご飯が来てるのかな。でこの炊き込みご飯がなんか醤油と一緒に炊いてあって、うん、美味しい、ね、これも。すっぽんの鍋なんかすごい色だね、泥みたいな。まあ臭みがすごいのかな、わかんないけど、調味料がいっぱいと、あと薬膳がすごい入ってて、なんかそもそもの匂いとか味とかそんなにわかんなかった。ああ、元気になりそうだね。体に気がするね。白飯でもいけそう。うん、俺たちはいけるけど、まあそんなに進みはしないかな。あんこよほどなんかホロホロしない。チキンじゃない。うわ、コラーゲンだからね。プルプルな、なんだろうな、あんこうみたいな、あんこうみたいな感じなのかな。こっちってなんか結構すっぽんってなんか高いイメージがあるけど、そっちも高い。ちょっと高いね。これで2500円とか3000円くらいだったかな。ちょっと気持ちやっぱ高い。これもやっぱりなんか締めの麺とかを入れたりしないんだ。うん、ご飯と一緒に食べるかな。今ちょうどなんか食べてるのが多分あのすっぽんのベルトみたいなところじゃない。ベルト？ベルトって何？すっぽんのあの縁側っていうのかな。で、分からんの。周りのところの部位じゃないかな。すっぽんの生き血を飲んだりとかしないの？生き血というか、うん、それはもう多分日本人だけだと思う。